はい、皆さんこんにちは。今回がね、一番の目玉ですよ。今日が、2019年の1月の23日です。東京から3時間30分、一番近い外国の離島なんじゃないのかなと思いますが、台湾は離島じゃないもんね、多分そうだと思うんですけど、ここがアメリカ領グアムです。東京から3時間半でグアムに行けるんだから大したもんですね。グアム旅行もこれで全部終わりました。あとは飛行機に乗って帰るだけ。ここがグアム国際空港。昔日本軍がですね、現地の人を強制労働などさせて建設し、そして、最終的にはアメリカ軍にグアムが奪還された後、ここから様々な爆撃機が東京方面へ向かって飛び立ち、全国各地を空襲した、その基地として使われた歴史ある空港です。なんかちょっとね、日本人としては不名誉な感じの空港に見えますが、まあ、ともかく現在もですね、その日本軍の作った空港が、時代を超えて今も主要なグアム一の空港、唯一なのかな、そして活躍をしております。フードコートとかあるんですけどね、見てるとイオンに来たみたいな感じですね。ドミノピザ、うどんそば、ラーメン、てんてこまいって書いてあって、美味しそうですけどね、あんま海外旅行感はないかもね。それほど空港のターミナルもね、まあ、細長い感じで広いって感じじゃないんですけど、待合スペースも豊富にある割にはお客さんも多く、まあ、なんだかんだで混雑してるんですよね。でよく考えたらラウンジってものがあるはずなので、多分ユナイテッドラウンジっていうのかな、ゲート10というところで教えてくれました。多分これがそうなんだろうな。今開いてないのかな。いや開いてると思うんですけど、どうやって入ればいいんだろうか。ちょっと開いた開いた。電話があるんですけど、自由にかけていいってことですね、これね。アメリカの国内電話、国際電話もかけられるのかな。なかなか落ち着いた感じですよ。結構みんな汚く使ってるからゴミ度が多いみたいですけど。他の会社の航空機も見えますけど、 JAL が2つ止まってますが、両方ともボーイング737かな。そんなに大きくはないようです。さっきもう一個なんかいましたけどね、あれも737だったな。ここはラウンジですんで、何でも飲み放題食べ放題ということになるんですが、ただ内装とか並んでいる食べ物の雰囲気とかを見ると、あんまりグアムという印象はなかったですね。ハワイは結構ハワイ感のあるラウンジでした、全日空の場合はね。これはどっちかというとアメリカ本土に近いのかなと思いました。こんなヨーグルトがあって果物いっぱい取ってきたんですけど、果物は美味しかったんですが、ヨーグルトめちゃくちゃ甘くてね、さすがアメリカだと思いましたよ。でも日本人が大勢利用する路線だからだと思いますが、ユナイテッド割り箸があって珍しいもんじゃないですか、世界的にも。持って帰りたかったですが、それはやめておきました。それからこちら、ちょっと不思議な見た目のものですけどね、多分このグラスに入れて作るのが正しい作り方なんだと思うんですけど、これね、多分味噌汁ラーメンだと思うんですよ。まあ、わかめとかも乗ってて、まあ、日本人でもまあ食べて、まあ、美味しいかなって言えるような感じでしたよ。ただ見た目はちょっとどうなんですかね。とまあこんないろいろとラウンジの中を楽しんでですね、結局2時間ぐらいいたのかな。結構私早めに行ったんですが、そしたらば今度グアムと日本では1時間の時差があるというのを忘れておりまして、なんかね、人が物気の殻になってしまった。あれもしかしてと思って、もう出発の7分前とかになってしまった。うわこれはまずいと思ってね、これ急いで行った方がいいですよねと言ったら、何だというランと言われました。あ、別に走らなくていいですよ、ゆっくり行けば大丈夫。あ、そんなにゆっくりでいいのか。確かにまだ他の人は全然乗っていませんでした。とりあえず間に合いそうですね。奥に16番ゲートとあります。あそこからです。いや、ボーイング777型で多分乗る搭乗口が2つあるはずなんですけど、この感じだと分かれ道はないのかな。そしてこれがユナイテッド航空ボーイング777-200型の座席です。ビジネスクラスはこのようになっていますが、まあ、端的に言えばね、狭いという印象です。まあ、狭いから直ちに悪いとは言いませんけれども、窓側が2席、そして中央が4席、また反対側の窓側が2席、242の配置となっています。これ多分全日空のプレミアムエコノミークラスとかと横幅変わんないんじゃないかな。で、JAL とか全日空のフルフラットになるタイプのビジネスクラスであれば、窓側1、中央2、そして反対の窓側2列ということですから、まあ、単純に言えば横がですね、JAL 全日空のフルフラットタイプの、2倍の座席数並んでいるということになります。この座席、まあ、今言いましたようにフルフラットになる点は大きな魅力ですが、まあ、他にも変わった点としてボックスシートスタイル、反対側とこちら側とで互い違いになって、私は今回進行方向と逆向きの席に座りました。これなんでこんな構造になっているかというと、定員を要するに増やすためのことでして、なるべく一人でも多くビジネスクラスのお客さんをこの中に呼び込むために定員を多めに設定しているのです。まあ、だからビジネスクラス取りやすいという点ではね、別にそれはそれでいいと思うんですよ。左側他のお客さんがかけていて、そしてテーブルの中はこのように共有しています。また正面のところには足置きがあります。フルフラットになった時にはここにお世話になるわけですが、奥側からこちらへこうめり込んできている、まあ、ちょっとくぼんでいる部分があるのは分かると思うんですけども、それは反対側の人がここに足を乗っけるということになっているわけです。
要するにこのモニターのついたついたての向こう側にはまたこちらを向いて足を伸ばそうとしているビジネスクラスのお客さんが横に4人並んでいるということになります。飛行機が離陸しましたが、離陸をすると要するに逆向きですからね、体がちょっと下に引っ張られるような感覚、これも初めてでなかなか面白かったですね。どんな感覚かっていうとね、腰のところを持って上に持ち上げられているような感覚で、座席からまあちょっとやっぱり前のめりになってね、落っこちそうになるんですよ。離陸するとやっぱり上の方に飛行機が傾きますんで、そうするとあれあれあれ、通常ね飛行機に乗ってる時って自分の体が上側に向くということはあっても、下向きに向くということは、まあ、着陸する時ぐらいしかないんですけども、さらにそれに結構強力な G がかかったりしますんで、へえ、面白い感覚があるもんだと思って、これは別に不愉快とかではなくてね、珍しい気持ちになりました。まあ、これ普通に進行方向向きの座席に座れば当たり前ですが、普通の離陸の時の感覚でいくはずです。逆に着陸するときはすごい良かったですよ。自分の体がどっしりと支えられてね、今までにない快適な着陸になりました。それではここで運賃の話をさせていただければと思います。今回は HIS のお年玉格安ツアーみたいなやつで行きましたんで、当然エコノミークラス利用だったんですが、ただ当日空港で自動チェックイン機を操作しておりますと、あれあなたビジネスクラスがあと2つ余ってますけど、どうしますこれ乗っちゃいませんか、1人当たり278ドルで乗っていただけますよ、そんなこと言われましてね、金額大体そんぐらいだったと思うんですが、じゃあ乗っちゃうかと、その2席を買い取ったわけです。これ実際ね、278ドルっていうのが高いのかどうかわかんないですけど、ものによっては99ドルでアップグレードできてしまったと、そういう事例もインターネットで見ましたんで、まあ私がもしかしたら格安ツアーで参加してたから高い値段払わなきゃいけなかったとか、なんかあるかもしれないですけどね、まあ、皆さんもユナイテッド乗るときは一応自動チェックイン機でそういう可能性を確認された方がいいんじゃないかと思います。どっちかって言ったらね、99ドルだったらね乗った方がいいと思いますから。さて今エンターテインメントのやつを操作してみますと、操縦室よりと書いてあります。ご搭乗のフライト便名に注意しておきください。操縦室と連邦航空局航空交通管制との間で交わされる通信内容を生で聞くことができます。これは面白いですよね。要するに管制官とのやり取りを直接聞けるってことでしょう。これはユナイテッド航空だけでお楽しみいただけるユニークなサービスですということですが、ユナイテッドだけなんですね、これね。だけって本人が言ってるんだからそうなのかもしれません。これ早速ですね、差し込んで聞いてみたんですけども、まあ、残念ながら聞くことは実際にはできませんでした。グアムを飛ぶ時にはもしかしたら聞けたのかもしれないですけどね。もうこんな南太平洋、それも極東アジアですから、まあさすがにそういう放送を聞くようなことができるエリアはあんまりないんでしょうか。最初ね、あ、なるほど、なんか聞こえてくるわと思ったら、これ違いました。ただ普通にね、機内の普通の案内の放送がなされているだけだったのでした。ちなみにこのモニターなんですけども、これはね基本的に確かエコノミークラスのこの機材についてなかったと思いますんで、まあ、ビジネスクラスでなければこのモニターをポチポチと操作してみるということはできません。まあエコノミーの場合は自分の携帯電話を持ってきて、で、ユナイテッドアプリみたいなのを入れて、でそれを自分のモニターの代わりにしろということなんですが、まあ結構節約志向みたいですね、こういうところを見ていると。ビジネスのやつにはいろいろとこう入っていて、ユナイテッド航空について、あ、これはなかなか面白そうだ、見てみよう、ユナイテッドマイレージプラス、そしてスターアライアンスについてのご案内。ユナイテッド航空はね、スターアライアンスメンバーですから、全日空のマイルを使って確かグアムエコノミーで予約すると1万マイルで往復できるのかな、結構行きやすいところらしいんですけども、ユナイテッドでは、すごいですねこれね、アメリカの各都市、ニューヨーク、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン DC、 グアム、そして東京の各拠点から、東京も拠点にしてもらってるのは多分サイパンとか、それからグアムとかね、いろんなところがあるからなんじゃないかなと。ミクロネシア方面に行くときにはユナイテッドを東京で乗り継ぐ海外乗り継ぎがあるんですね。で使用機材なんですけど、ボーイング747-400という風に書いてあったんですが、当時ねもうユナイテッドの747は引退してたんじゃないのかな、だからちょっと情報が古いみたいです。社会貢献活動、ユナイテッドは目的地同士をつなぐだけではありません、人と人とをつなぐのですと書いてあってですね、最近実施した社会貢献活動の例はどれどれ、地震で被災したハイチや日本の人々を助けるため救援物資や医療関係者を輸送しました。本当ですか、その説は誠にありがとうございました。さて他にマイレージプラス、これはなんだべなと思って、これはね要するに ANA マイレージクラブみたいな、多分そういうのと同じやつだと思うんですけど、ユナイテッドの場合はこのマイレージプラスというやつだと、で上級会員になったりとかそういう整備ももちろんありますよということでしたが、あれみたいなスーパーフライヤーカードみたいな、あれって日本だけらしいんですよね。そういうね特に案内はなかったですよ。さてグアムを飛び立って、まだ実はそんなに飛んでいませんが、まあ、もうしばらく
あと1時間も飛ばないで何十分か飛べばですね、多分硫黄島とかそこら辺に到達するんじゃないかと思います。これ友達がトイレに行った間に撮ったんですけど、ちょっとあれですよね、肘掛けがちょっと小さいですよね。新幹線の普通車よりも肘掛け細いんじゃないかなと思いますけど、まあ、横との人とのね距離は結構近くなりますんで、ユナイテッドのビジネスは本当に横になることができると、まあ、その点だけでね割り切って利用されるといいと思います。結構安く利用できる場合があると思いますんで、あの安いという点でよく注目してね、座席がいっぱいあるということは生まれづらいで、当日アップグレードなどで安く利用するチャンスがあるということだと思いますんで、まあ、ぜひ皆さんもそこら辺のところをね注意して利用されてみるといいと思います。これがそのユナイテッド5時半のフルフラット、ちゃんとしっかり眠れますからね、よかったですよこれは。で、寝ようと思ったらば機内食を持ってくるとのことでした。これはまた例のお手拭きですけども、ユナイテッド印のお手拭き、結構いい匂いがしましたね。結構飛行機に乗るときに毎回匂いを嗅いでしまうんですが、いい匂いがする場合と匂いがしない場合とありますが、ユナイテッドはなかなかいいやつでした。横幅こうやって見ていただくと、私でも結構ね横が狭いと感じるぐらいだったんで、大柄な人はもしかしたら不足を感じるかもしれませんが、まあエコノミークラスより広いということは間違いないでしょう。さて、それからこちらテーブルをまた引き出して上にキレをかけてくれました。この上にまた食事が出てくるわけですが、ユナイテッド航空の海外初の食事はなんだかあんまり美味しくないとか、そんな話が言われていますが、これなんかノンアルコールカクテルみたいな、なんか何だったかな、なんかねジュースをもらったんですけども、美味しかったですよ。加湿何度か味とかだったかな。そんなに言うほどねまずいという料理とかは出てきませんでした。これがユナイテッド航空の機内食、確かビーフ、チキン、それからフィッシュと3つから選べたかと思うんですが、まあ、牛肉が一番高そうなので牛肉にしたんですが、美味しかったですね。炭水化物ばっかりとかね、アメリカみたいな不健康とかそういうこともなく、サラダとご飯と、それから、まあ、ご飯もちゃんと炊いてあったし、なかなか美味しいヒレステーキみたいなやつが出てきたと思いましたけど、満足できる食事でした。まあ、とんでもなく、うわ超美味しいとかじゃなかったですけど、普通に美味しかったですね。言われるほどまずくはなかった。まあそれはビジネスクラスだからなんでしょう。アメリカ発の本土国内線のねユナイテッド航空とか乗って、うわ機内食まずいですねとか言ってみたいですけど、このオリーブオイルとそれからバルサミコ酢みたいなのが混ぜられたサラダのドレッシング、全般的に良かったですよ。ご飯もね、もうこれ乗ったの今吹き込んでる1年半ぐらい前なんで、どんなだったかご飯についてあんま覚えてないんですが、まあ、ちょっと量が多かったんで残したような気はしましたけど、ね、でもねこれ肉も柔らかいし美味しかったですよ。とっても良かった。まあもちろんエコノミークラスでどんな食事が出てたかってことまでは私は知りませんので、そちらの方に責任を持つことはできないわけでございますけども、ちなみに乗客のどれぐらいが日本人だったかというと、まあ、実はねビジネスクラスはほとんどがアメリカ人でした。実際アメリカ人なのか私見ただけでは分かんないですけども、日本人はそれほど多くはなかったですね。エコノミーの方には日本人のツアー客がいっぱい乗っていたようなんですけど、まあ、多分なんですが、アメリカの本土からね東京で乗り換えて、その後グアムに軍人さんとかそういった人たちが来てるんじゃないかなと思います。まあ、女性の利用が結構多かったんですけど、それはあれなのかな、やっぱり本土からグアムで働いているその軍人さんのね単身赴任みたいなの会いに行ったりとかするんですかね。そんなに遠方からなんかやってるとも思わないですが、まあ、ともかく女性のアメリカ人っぽい人が多かったという印象です。男性ももちろんいっぱい乗ってましたけどね。グアムに行くアメリカ人ってどんな人なのかな、これはねグアムのタクシーの人に聞いたんですけど、まあ大体は軍関係の人ですねと、そういう風に言ってました。まあそうですよね、わざわざこんなねすごい遠方にあるグアムまで飛行機で飛んでくぐらいだったらハワイとかフロリダでいいんじゃないかな、多分アメリカ人だったら思うと思うんで、どちらかというとグアムに行く人は、まあ、韓国人とかそれから日本人とか、それが中心を占めているんだそうです。東京が割と近くなってきました。もうすでに硫黄島とかそこら辺は抜けましたかね。じゃああとまだしばらく1時間半ほどかかると思いますんで、食べ物はしまって、それからちょっとゴロゴロする前にトイレ。ボーイング777には前方に2つのトイレがあります。まあトイレは普通に綺麗でしたね。あとまあ見ていただいて分かると思うんですけど、ビジネスですので一応スリッパを使うこともできます。だからまあ3時間ですから別にスリッパが使わなくてもいいっちゃ使わなくてもいいんだけどね。お隣の人に気を使いながら真ん中のところに手を伸ばして、もう本当にね距離が近いんで肩が触れることはないんだけど、まあ、触れそうなという感じ、それで全て伸ばすことにしました。これ通路側の人が全部フルフラットにしていると、その上をまたいでいかなきゃいけないから、ちょっとその点は気まずいですね。ただベッドは低めなんで簡単にまたげると思いますけど、しばらくゴロゴロしながら、まあ、ちょっと寝たりとかですね、それから勉強、ちょっと大学の試験が近づいておりましたんで、それもやったりとかしまして、そしてもうそろそろ羽田空港、成田空港へ降りる時間も近づいてきました。
ちょっとこの映像からでは分かりにくいけど、まあ普通のフルフラットって感じですね。構造自体は足元がグイーンとこう折れ曲がるような形、まあ、長時間乗ってても別に辛いという思いをすることはなさそうでしたよ。超素晴らしい豪華な座席だ、感動した、そういうものでもないですけど、疲れ知らずで、まあ、これこそビジネスクラスのある程度ふさわしい形なのではないかなという気はしましたね。まあ、私はどっちかっていうとこのユナイテッドみたいなこのぐらいの構造のビジネスで十分だから、もっとね、あの詰め込み設計のビジネスを航空会社各社作ってくれて、その代わりもうちょっと運賃を少しでも安くしてくれたらなと思うんですけども、なかなかそういうことは難しいのかな。まあ、いろいろ航空会社なりの事情もあるんでしょうね。試験勉強してますよ。すごい別に大したことない情報ですけれど、国際線ですから一応ね、多少なりとも1時間の時差があるんで、ご飯が食べ終わったぐらいの時間になりますと機内は一度暗く消灯ということになります。ただ寝ているお客さんはほぼいませんでしたけどね、みんな基本的に起きてましたよ。こんな感じで日本人のキャビンアテンダントさんも乗っているし、日本語での案内も基本的にされています。ただビジネスは日本人の方いませんでしたね。エコノミーの方だったんで、あの基本的に英語で会話するということになりましたが、入国書類を書くときに私ボールペンをどっかやっちゃったんで、それで貸してくれませんかお願いしたらばね、あどうぞどうぞ貸してくれ。あのキャビンアテンダントさんですけども、基本的にね、多分まあ日本人の方もいましたけども、アメリカ本土の方もまたあまりいなくてですね、多分グアム人の方がいっぱい乗ってたんじゃないかなというイメージです。まあ、英語皆さん喋れるでしょうからね。あの白人の方はいなくて、チャモロ人というのかな、なんかそんな感じの人がね多いように私の目には見えました。今成田へ降りるにあたって飛行機はどんどん高度を落とし、そして、まあ、おそらくそろそろですね、減速するためにグワーッとこう後ろへブレーキかけるんだと思いますが、そのブレーキはもう全然体に応えるものではなくて、どっしりと背中全体で受け流すことができ、そして成田空港に降りました。まあ先ほども一度画像でご覧に入れましたビジネスクラスはこのようなスタイルです。お互いに真ん中のついたてを共有し合うという変わった形、本当にね席がいっぱいあってみんないっぱい乗ってるんだなという感じでしたけど、不思議ですよねこれね、こんなにお客さんがいっぱい乗ってるの。ちょっと普通のビジネスクラスとは違うけど、プレミアムエコノミーともまた断然違う、快適であるという点は保証できるかなと思います。最後にトータルの感想を述べておこうと思いますが、グアムには一応海外旅行をしに行ったわけですが、あまり海外旅行したって感じしなかったね。簡単すぎてね、怖い思いも特にしなかったし、緊張するような場面も一切ありませんでした。簡単な英会話と日本語だけで全て通じます。だから帰国したとか久々の日本とかそういう感じもしません。しかもあちこち広く移動したわけじゃなくて、一箇所に滞在してて、ただホテルでダラダラしてたとか YouTube を見たとか、そんな感じでしたからね。まあこれが多分お気楽な日本人にとって一二を争うほど難易度の低い外国グアムということだったんでしょう。ご視聴ありがとうございました。